ナディアは、トヨタ自動車が製造、販売していた、トールワゴン及びクロスオーバー SUV ー。トヨタカローラ店で販売していた、イップサムのプラットフォームを使用して開発された、トールワゴン及びクロスオーバー SUV ー。当時カローラ店の先売であり、5ナンバーカムリの生産終了に伴う営業上の後継者とされた。全長はイップサムより短いもののホイールベースは同一。 かつ三列目シートがない5人乗りと割り切られたため、シートスライド可能な鉱石シートの足元スペースは、兄弟車はおろか、トヨタの最上級車であるセンチュリーよりも広い。フラットに収納できる前期型の鉱石では荷台が段差なく広大にできたり、前席は回転台座が可能であるなど多彩なシートアレンジができた。発売開始当初、アイポイントの高い5人乗りワゴン車というカテゴリーが、 欧州で流行しており、同様のコンセプトを持つ日産自動車のルネッサ及び、ドーティーの及びトヨペット点扱いのオーパが、競合関係にあった。ただ、ナディアとオーパに関しては、日本国内専用車として、開発導入され、中古車として、その後各国へ輸出された。スタイルは2代目エスティマにも通ずる丸みを帯びた、ワンモーションフォルムで、内装は、 インパネ上半分及びセンターコンソールを、兄弟車とは異なったデザインとし、巨像投影式のデジタルセンターメーターを採用した。1999年6月には、クロスオーバー SUV のタイプ SU が追加されたが、当時は2020年現在ほど、クロスオーバー SUV 市場が成熟しておらず、販売面では苦戦した。エンジンは、全車 2000cc エンジンで、当初は、 ポート噴射の 3SFE 型、ハイメカツインカムエンジンと、標準車の 2WD23S フス、型ガソリン直噴エンジンが搭載された。d 4エンジン車は、リーンバーンとフレックスロックアップのついたサプレクトの搭載効果により、10.15モード燃費は 3SFE 型の 11.8kmL に対し 14.2kmL と大きく改善されていた。 タイヤサイズは、イプサムの14インチではなく、外形そのままにインチアップされた195、60R15 サイズの変平タイヤを装着していた。またベース車からの変更点として、フロントブレーキが体系化され、重量のかさむ、他人数乗車を想定しなくて良いことから、サスペンションも変更され、ストロークをたっぷり取った上で応答性を高めた、スポーティーな乗り味に振られている。 イプサム3兄弟中唯一の足踏み式パーキングブレーキであり、運輸省届出形式もイプサムガヤの XM 型に対して XN 型としている。平成諸島の RV ブームが去り、乗用車のマーケットがワゴンからミニバン A のか期に販売された車両であり、BB やウィッシュなどに人気を奪われ、後継機種もなくわずか5年2ヶ月で販売を終了した。ロシア語の 希望を意味するナディージタから、また、女性の名前としても知られている。ありがとうございます。